はい、どうもこちぼです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、皆さんもう寒くなりましたね。もう9月後半になるんですけども、寒くなりました。なのでこちぼも今日は長袖で頑張りたいと思います。ということで、皆さんお久しぶりです。なぜですね、久々かと言いますと、私新型コロナウイルスに感染しておりました。はいはい、パチパチじゃないんですけどね。症状としては、まあ少し熱が出たのと、まあ味覚障害が少し出たっていうだけなんですけども、自粛させていただいておりました。なので久々の動画になります。はい、ということで今日はですね、タイトルと、サムネにある通り、夏祭り、3つの祭りの収益をですね、公開したいと思います。いや、なかなかですね、敵屋の収益とかね、あまり聞いたことないと思うんで、聞かないし、っていうか言わないんですよね。言わないと思うんで、気になってる方もいらっしゃると思うんですよ。皆さんお金大好きでしょ？お金。ね。お金大好きでしょ？あ、こっちね。皆さんの大好きなお金の、話なので、あまりね、聞かない情報とかね、皆さんが言わない情報っていうのを、私がこう、代わりに情報提供という形でね、私の方が発表していくっていうのが私のポリシーなので、何の役に立つかわかんないですけど、まあ一つの情報としてですね、皆さんに公開していきたいと思います。はい。で、まあ、長々ね、祭りどうでした、こうでしたって反省点をね、3つ述べても一緒なんで、まあ、皆さんが気になる収益をね、パパパーンと発表していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。じゃーんと。はい、カンペ。はい。ですね、まず3つの祭り、夏祭りですね。伊豆原であった港祭り、そして上千島であったオットン祭り、八幡宮神社のお祭り、この3つの収益を公開していきたいと思います。まずはじめ、港祭りの収益。ドゥーン。52万円。まあどうですかね。まあどうですかね。まあ2日間ですね。2日間。これ2店舗出しております。はい。で、上千島のオットン祭り。これは1日ですね。まあ大雨が降ってですね。もう大変でした。もう寒かったですね。夏だけど寒くてですね。まあオットン祭り。上千島で開催されたオットン祭り。こちらの収益が、ドゥ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 ン、バーン。18万円。こちら1日ですね。1日の収益ですね。18万円です。そして、最後、八幡宮神社のお祭り。こちら2日間。で、これは、1店舗しか出しておりません。こちらの収益は、ドゥ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 ン、バーン。30万円ということですね。港祭りが52万円。そして、オットン祭りが18万円。八幡宮神社が30万円ということで、52、18、30ということで、これちょうどですね、なんと奇跡的に売り上げちょうど100万円なんですね。はい。ちょうど100万円達成しております。私がね、生活したりとか、まあ子供をね、食べさせていけるっていうのは、もう皆さんが本当に肉巻きおにぎりを買ってくれるからなんですよ。皆さんのおかげで私はね、子供4人をですね、養うことができております。本当に感謝しております。ありがとうございます。はい。そしてですね、港祭りの方はですね、だから、なんか、お客さんがやっぱり3分の1ぐらい減っていたという、情報があっております。例年よりですね。で、オットン祭りは、めちゃくちゃ雨が降ったんですよ。まあ、で、商工会の方々ね、ほんと迷ったと思うんですけど、花火を打ち上げることができて、まあ、ね、上千島の夜をね、染めましたけども、非常にね、過酷なお祭りでございました。で、最後の八幡宮神社のお祭りですね。こちらはやっぱり伊豆原で人が多くてですね。まあ、肉巻きおにぎり1店舗しか出さなかったんですけども、てんやわんやしながらね、追いつかずにね、まあ皆さんを待たせる形になった方もいらっしゃると思いますけども、まあ3つのお祭りね、まあ初めて今回チャレンジして、まあどんな要領でやって、どんな形で販売した方がいいのかっていうのもね、突き詰めることができました。で、今、収益発表した100万円って、発表したんですけども、この100万円のうち、これ、純利益はいくらなのかって、これは、ね、まだ計算してわかんないんですけど、今回はですね、初めての出店なので、まずテントから買わないといけない、そして冷凍庫も買ったんですよね。で、看板も買ったし、それなりに揃える機材も、で、ライトも買ったし、ライトもね、夜になると真っ暗だったんで、ライトも仕入れたし、まあ、いろいろね、ちょっと経費がかさんでしまって、まあ、純利益としてはね、まあ思った以上には出てないとは思うんですけども、まあ赤字にはならなかったんでね、まあ良かったかなと思います。で、1回目のお祭りなんで、まあ来年以降ですね、まあテントも買わなくていいし、冷凍庫もね、買わなくていいんで、来年以降はね、それなりに収益出るかなと思っておりますんで、いいですかね、来年もまだずっと出していく予定なので、また遊びに来ていただけると本当に嬉しいです。そしてですね、今回お祭り適用を出したということで、まあちょっとね、やっぱり、私世間知らずだったので、まあ、お祭りっていうのは、ちょっと大人の事情が挟むんですよね。まあ、これ皆さん、言わずとも知れると思いますけど、
もう俺何にもわからんで無知で飛び込んだ世界だったんで、大人の世界がちょっとあるんですよね。俺わからないんです。まあでも、まあ怖いもの知らずで行ってしまったっていうところもあったんですけど、まあそこはね、出店まで、なんとかね、皆さんの協力を得てですね、すいません、すいません、とか言いながらね、どうですか、どうですか、お願いします、お願いしますって言ってね、まあなんとかですね、こう出店を3、まあ3つのお祭りね、出すことができました。まあこれは大人の事情と言っておきます。例えば敵や俺も出したいかもっていう人もいらっしゃるかと思うんですけど、まあそれなりにね、手続きとか申請とか、そしてまあいろんな事情がありますんで、まずはね、その辺の調査をした方が安全かと思います。はい、安全とか言ったらまたどう言ったらいいんだろうな。今後ですね、少しの情報となればと思ってこの敵屋の収益を公開させていただきました。で、今から、私は木炭とかキッチンカーとか、まあこのお祭りのね、定期屋とか、あとオンラインの方でも、ね、販売してますけども、今度の事業ですね、私、また新しく事業を、ちょっとチャレンジしたいことがありまして、これできるかどうかわかんないですよ。できるかできないかわかんないですけど、私が今取り組もうと思っている事業の方をですね、概要欄の LINE の方から発表したいと思います。なので、この動画を公開して2日後に LINE の方にですね、バーンと情報を流しますんで、もしですね、気になる方がいれば、概要欄の LINE の方を登録していただけるとありがたいと思います。で、この LINE はですね、私、誰が登録したとか、誰がブロックしたとか分かんないですね。分かんないんで、まあ、皆さん、こう、気になる方がいれば、もう LINE 登録していただければですね、ありがたいと思います。そして、キッチンカーの割引券とかね、その LINE の方で流したりとか、あとは、まあ、いろんなお得な情報とかね、対馬でお得な情報とかも流していきたいと思ってますんで、なので、まあ、私がまた今度考えている授業も発表と、あとは有益な情報が得れるということですね。なので、で、私分かんないです。誰が登録したとか、ブロックしたとか分かんないんで、まあ、気軽にね、登録していただけると嬉しいです。はい、ということで、今日はですね、3つのお祭りの収益を公開させていただきました。本当に皆さんがね、肉巻きおにぎりを買っていただけるので、私は、チビ4匹をね、養うことができております。本当に感謝しております。で、今回また新米とか取れたんで、また皆さんにね、提供していきたいと思いますんで、ぜひですね、またキッチンカーの方に遊びに来てください。それでは、この辺で終わりたいと思います。また会いましょう。バイビー。